腹まで揺れたっす。爆発止まらねえな。潰されちまう前に出るぞ。魔鋼濃度触媒、まさか火薬。ジェシー、後にしようぜ。はあ、お腹がグーグー鳴いちゃって。アジトまで我慢してろ。次はお弁当持ってこなくちゃ。ウェッジ、まだ？もう少しっす。あの辺りから出るのがいいっす。じゃ、爆弾仕掛けるから離れて。待ってろよ、マリン。待ってろよ、シャワー。セット完了。爆発！ああ！おお、開いてる開いてる。邪魔者は木っ端みじん。さあ、行こう。緊急事態発生。こちらはシンダカンパニー危機対策本部です。一番魔鋼炉が何者かの攻撃を受け爆破されました。現在も断続的な爆発があり火災が発生しています。一番街および八番街は警戒区域に指定されました。この辺りは建物の倒壊の恐れがあり、瓦礫やガラスが落下する危険があります。八番街にいる予想以上。こりゃいくらなんでもやりすぎっすね。今さら何を。ああ、その通り。俺たちはこの先ももっともっと魔鋼炉をぶっ壊す。星の命を救うためにな。だよな、覚悟を決めて始めたことだ。まだ始まったばかりっす。俺たちの活動は星を救う。そのために必要な犠牲は払う。ああ、星だけじゃねえ。お前らの悲鳴が聞こえるぜ。はっ！上等だ。全部俺が背負ってやる。不安、疑問、悩み事、それから報酬もまとめて俺に追っかぶせろ。で、リーダー、どうするよ。計画通りだ。全力で逃げる。8番街ステーションから最終に乗り込む。一旦ばらけて貨物車に集合。じゃあ後で。おい、約束の金は。アジトに帰るまで作戦だ。これ、ソルジャーならわかるよね。回復マテリア、当然だ。あげる。助けてもらったお礼。
仕事のうちだ。礼はいらない。いいからいいから、おかげで今私はここにいる。生き延びるのは運がいいやつか強いやつだ。あんたがどっちかは知らないけど。しみる。これはもらっておく。使い方は知ってるよね。俺を何だと思ってる。倒れる前にちゃんと使ってね。それからこっちは新入り君の度胸をたたえてスリル満点のご褒美。じゃ貨物車で。棚が倒れてきたから。の列車が倒れてすぐ避けたんだ。もし列車が止まったら。地面崩れたらどうしよう。
駅は無事か。まさか、どうして？言えない。あんたは死んだ。ほう。俺がこの手で。もちろん覚えているとも。我々の大切な思い出だからな。さてクラウド、お前に頼みがある。この星が死のうとしている。悲鳴も上げず、静かにゆっくりと私たちの星が消えてしまうのだ、クラウド。母さん。星が死ねば、このあでやかに燃えるお前の故郷が消えてしまう。息子だけは助けてくれと泣きついた女の声、切り捨てた時の感触さえ消えてしまうのだ。我々をつなぐ絆の喪失は、私自身の死よりも耐え難い。なあクラウド、力を貸してくれ。何？簡単なことだ。クラウド、走るんだ。逃げて、生き延びて。ふざけるな！いいぞ、それでいい。私を忘れるな。
幻覚か。魔法に近づきすぎたな。さあ行くぞ。こっちは無理だ。何か悪いことしたの？してない。こんなことは許されない。子供が駅にいるの。家に帰してくれ。室内は危険です。建物の外に避難してください。こちらは神田カンパニー機体策本部です。八番街の高速道路およびその高架下からの待機命令が発令されました。速やかに。予想以上か。こちらは神田カンパニー機体策本部。せめてこの子たちだけでも先に。不審者を見逃すな。こっちも手配済みか。できれば家にいたい。軍は予想していたの？高速道路まで。こりゃ非常交代だな。この辺りは朝から嫌な予感がしたのよ。プレジデントシンナは無能。え？そう思わせた。知り合いが本社ビルに向かった。お前には誰も守れない。自分さえもな。大丈夫？大丈夫？あ。お花、どうぞ。お、花？うん。お礼、追い払って。助けてくれた。何の話だ。じゃあ出会いを記念して。面倒だな。聞こえてますけど。いくらだ。値段は相手見て決めるの。あなたはただでいいや。花言葉は再会。警告しておこう。俺は強いぞ。うん、そんな感じするよ。脅しには屈しない。ああ、怖いお兄さん、脅しに来るとか警戒してる？ないない、そういう心配しなくていいから。
魔鉱炉が爆発したんだ。あんたも今夜は店じまいして。助けて。異常なし。おとなしくしろ。
車の運行を取りやめる場合、
上空部隊から伝達、駅周辺の警備を固めろとのことだ。倒産ここまで。駅から離れて様子を見るか。ターゲットは1名、見逃すなよ。今は駅から離れた方がいいな。駅方面は警備を固めているはずだ。慎重に行け。隙をつく。
悪くない。結果だ。
のネズミだ。手こずらせやがって。集中していく。逃がすか。消えろ。消えろ。クラウドさん、来なかったっすね。そんな顔するな。あいつはきっと無事さ。あの身のこなし、見ただろ。ソルジャーってのは、やっぱりただもんじゃない。うん。本気で誘わない？
敗したじゃねえか。え？あ、何してやがったんだ？あ？治安維持部隊がうろついていたからかき回してやった。連中を駅から引き離せたはずだ。余裕な、頼りになるだろ。待て、一つ聞きたいことがある。あ？見えない敵を見たことはあるか？あ？ローブを着た霧のようなやつだ。それ見えてるし。突然見える。おそらく接触がきっかけだ。シンラの新兵器？ビビって幻覚でも見たのだろう。もういい、聞く相手を間違えた。車両を変えんぞ。混んでるっすね。貨物車なのに。避難命令のせいか。運が回ってきたな。八番街ステーション発、到着までに先頭車両に進んだ。7番街駅、この列車は1番マコーロ爆破により避難用特別ダイヤで運行しております。車内混み合いまして。